夜中にいきなりさ、卑怯者の旗がたくさん。君はもう中国に咲いてるはず、どうしたの？あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。今川アザリア桜、武田だって倒したね。雨の中の桶狭間、鉄砲を使った流しの、義昭追い出して幕府潰しても、今だ天下取れなくてさ。別に明智嫌ってないけど、ここで裏切られると思わない。君がいつも履いてたいちごパンツ、ほんのおじの